はい、皆さんこんばんは。ポケモンスタジアム実況プレイようこそいらっしゃいました。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いいたします。そんなわけで本日の対戦相手は四天王です。エリート4、激戦の予感がします。やっていきましょう。皆さんからそういえばジョバンニさんの城の奥の霧もやがかかっているところは一体どうなってるんだろうというコメントを実はいただいていたのを発見して、そう、こういう風になってます。いやー、まさかね、エリート4とかと戦うと思ってなかったんでびっくりしました。あれ、左下になんかすき焼きみたいなのがいるんだけれど、あれ何亡霊すき焼きのパパ頑張るんだぞみたいなそれはすき焼き出さなきゃな、今回な。やっていこう。お、ローレライ、ブルーノ、アガサ、ランス。さて、まずは監督の栗、それから、寿司、すき焼き、頑張るんだぞ天ぷら。データこっからですね、まさにエリート4とはこの6匹で挑んだんですけれど、クリファーベルも大活躍だったよね。アガサ戦だったと思うんだけれどね。先輩何俺も大活躍でした。そうだよね、確か初戦、ローレライとの戦いかな。頑張ってくれたよね、うん。そうだ、ドラゴン戦のランスの時も頑張ってくれたよね。ただ数字的に言って厳しいよね。ヒットポイントとか100切っちゃってたらもうやばいよね。なので今回もアルテ級のザップドスの力が足りないと厳しいんじゃないかな、うん。よし、これでやってみよう。なんかうちも自動的にレベル50に合わせてくれるようなシステムだったらね、分かんなかったかもしれないけど。さてと、ジューゴング、クロイスター、スローブロー、氷系だね。アルテ級のラプラス、ジンクス。地味にスローブローってこうなんだ、エスパーっぽい感じののを入れ込んでるのがいやらしいね。すき焼き対策でしょあれ。あ、でもすき焼きそれ言ったら氷に弱いもんね。そうしたらまあ氷系だからね、まあ天ぷらいってみる。数字的には結構厳しいよね。39だからな、一人だけ30代っていうねえ、クリーを一回挟んだ方がいいか。どうだ、先制できそうかい、クリー。ちょっとそれも様子見てみたいよね。クリーが先制できなかったらもうほとんどやばいってことになるわね。クリ、天ぷら、お腹空いてきちゃったな秋になってきたしね、近づいてきましたしね。クリとか天ぷらとか食いたいよ。すき焼きもね。そうだな。でもやっぱアルテ級のザップドス2匹出さないと厳しいんじゃないか。うん。キャンセル。そうだよね。氷系で2匹とも鳥だから、ちょっと相性はまずいんだけれど、いないとまあれだよね。厳しいよね。ザップドスアルテ級の、あとはそうですね、氷だからやっぱ天ぷら行ってみる栗の代わりに天ぷら。うん、天ぷらも空飛んじゃってるからね、まずいよね。だからお互い毒を毒で洗うっていう感じになりそうだよね。で先に攻撃食らってはいさよならっていうね。うん、か一か八かですき焼きをみたいなね。あ、寿司とかいいんじゃないの。あ、でもな、そっか、うん、アルテ9のこと考えてるんです。アルテ9の出ちゃうともうお手上げだよね、このメンツだと。出てこないこと祈るか。じゃあちょっと待ってよ。じゃあ変える。コンセプトがだいぶ変わるからな、順番によって。クリから行くっていう、じゃあ戦法で挑んでみる。もうクリで麻痺させて、
アルティキューのザップトスに後を託すっていうね。行こう、お願いします。もう夕日が綺麗ですね。おう、クリ黒いスター、硬いやつか。どうしようかな。まあ間違いなくクリから先制できると思うんで、サンダーウェーブを一回挟んでおくか、ダブルチーム。何、エクスプロージョン。ふえー、危なかったぜ。ナッパってこういう気分だったのかな。やべ、ジンクス。ちょっと次々とすごいのが出てくるね。どっちが先に攻撃できる？サンダーウェーブだけやらしてもらう？カーターブルチームを一発挟む？うん、そうだな。今の助かっただけでも儲けもんっていう風に考えよう。サンダーウェーブを仲間のためにかけておこう。お、相手からか。お、守ってきた。バリ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 。人で、ダブルチーム2回目。シュシュシュ。よしよしよし。3回はかけておかないと。きついよね。当たりやすいもんね、このゲームの多重残像、そろそろ攻撃してみたい。サイズミックトス。こーい、レベルがな50あればね、3回で倒せたんだけど。よし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 、いいじゃん。クリ燃えてるね。あらっと、おお、いいね。じゃあちょっとダメ元で、やっちゃってみよう。サンダーボール逃げた。ゴー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 、バリバリー。そんなもんか。お、アイスパンチ、やばい。よしよし、よくかわした。ダブルチーム、この有利な状況をちょっと使わせてもらおう。おー、来たー、やばそう。よし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 、ダブルチーム5回目。また来たー。あー、出てくる。やばいだろ、5回かけてんのに当ててくるって。じゃあこっちも意地のハイパークリを作ってしまおう。ハイパークリの完成です。おー、来たー。よし、じゃあ最初に行きます。オッケー、クリ2人倒してくれました。すげえな。そうだな、道具ありとはいえ、これよりレベルの高い敵を倒してきたもんな、クリは。さて、アルテキューの向こうの宇野さんが出てきた。伝説か。まあ、幸いサンダーボルトの相性はいいもんね。サンダーボルトとサイズミックトス、どっちが強いかだな。なんで、いや、サンダーウェーブの方がいいか。うん。最悪、うちはザップとするもんね。うわー、バブルビーム当たるんだろうな。よし、さすがクリ。
よし、これで仲間たちのために一つ残せたね。こっからは可能な限り、いけいけ、クリー、多いね、60ぐらいだったか。よっしゃ、ほら、シャナ、よく頑張った。 2.5 人片付けてくれたからな。よし、ザップドス。いけ、セサミストリート。サンダーショット。頼みます。倒せないか。お、ダブルエッジ。意地だね。あ、そういう感じ。すごいな、ご主人様のために献身的な。やりました、クリー、ありがとう。よし、次がブルーノ。特徴出てるね。岩とか格闘でしょ。オニックス、ヒットモンちゃん、ヒットモンリー、ライドン、ゴーレム、マチャンプ、まあ、ここはすき焼きでしょ。なんで、すき焼きで、まあ、アルテ級のザップドスなんだけど、順番だよな。とりあえずすき焼きにしたけど、先生は、そうだね。まあ、岩系なんで、あれか、これと言っていないんだよね。でもすき焼きが一番いいんじゃないかな、先生。逆にすき焼きが嫌だなと思うのはどのあたり？ヒットモンちゃんとかヒットモンリーか、あとマーチャンプ。だから6分の半分が、そっか、格闘系なんだよね。ってなってきちゃうと、ちょっとすき焼き一番手はやめとこうか。うん、でゴーレムだから、逆に格闘系が出た場合はザップドスのドピューンってやつで倒せるんだろうけれど、逆にザップドスはオニックスとか出てきてしまうとお手上げなのか。うまくできてるね。うちとしてはちょっとあれだな、伝説系をいきなり最初に落としてしまうっていうのはかなり大きなダメージになってしまうんで、だったら、6分の3の可能性を見て、を良い風に捉えて、すき焼きからいこうか。やっぱすき焼き、アルテ級のザップとして、はい、お願いします。頑張れよ、おかっぽちゃん。うわー、格闘系、格闘系さん来ちゃった。じゃあもうここは変えよう、ザップとしていいかな。あの、すかしてダブルチームとかやってくれると助かる。メガキック、お、あ、ちょってきた、クリティカルヒット、まさかまさか、お、危ねえ危ねえけど、次が正念場。お、やった、お返し。うわ、惜しいな、お互いに。うわ、来たぞ、あー、ちょってきた、あー、出てくるし。そうだな、
あでやられちゃうときついな、あれできるの。They strike fighting poses. Oh, it's Articuno. It has to make up the lost ground. The Pokemon are entirely different types. はい、ジャンプキック。Vigorous attack. Oh, the attack. 今の何？失敗？よし。Oh, it's down. 本当に交換したと思えるよね。一匹ずつ。ライド。アイスビーム。やっちゃってくれ。ウーノビーム。削れ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 切った。やったぜ。ウノさん、サインください。やった。ゴーレム。The remaining Pokemon stock is 2-1. The tenth battle continues. 頼みます。ウノビーム、ビビビビビ。クリティカルヒットいった。これはいけるっしょ。やったぜ。ありがとう。起点はすき焼き。そうね、起点はすき焼きだよ。よし、次がアガサ。さあ、これはね、疑問になりそうだよね。ゲームボーイの方ではあのエスパー系の攻撃でなんとかね対抗したと思うんだけど、聞く噂ある？まあ幸いにも毒系がちょっと混ざってるんでしょ、ゴーストといえ。なんで毒に強いっていうと特にいないのか。特にいなしか。あとはだから総合力で頑張ってもらうしかないな。向こう出してくるとしたらゲンガー、ゴルバットとかで遊んでくれると嬉しいね。遊んでくれるとか言ってゴルバットに失礼だね。そう、ゴルバットもあれだよ、バイトとか強いよね。素早さもあるから、バイト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 でバイトの日々を過ごして痩せて死ぬみたいな、そんな冗談冗談。もうあの始まってるから心理戦っていうか、攻撃はただ毒で言うとあのねムックがちょっと僕嫌だな、硬いしね。うん、なのでそうだな、毒に強い子がいないのは辛いな。皆さんだったらどうする？一番って誰を送る？何やってくんだろうね。でも毒系だよね、ペローンとかパパパーとかピュピュピュとかそういう技やってくるでしょ。あと混乱か、混乱に打ち勝てる子ったら寿司がいいのかな。結構あれだもんね、毒の技って僕なんで嫌なのかなって今ちょっと自己分析すると、あのダメージ量すごいんですよ。なんかなんだっけ、アシッドとかさ、すんごいダメージ与えてくるわけなんですね。だからやっぱ守備力を、持った子がいいんではないでしょうか。もうこうなったら、地面とかエスパーとかそういう苦手とする技をこっちが持っていないとすればね。なんで、まずちょっと寿司に出て行ってもらい、でちょっと場を温めてもらってね。で、アルテ級のザップドスにしてみようかな。あとは素早さだな、ムックとかあんま速くないでしょ。だから先にちょっとバリバリバリってクリにやってもらった方が実は良かったりする。
クリが出てて嫌だな嫌だな怖いな怖いなって思うのはムックとかアーボックだね。むしろゲンガーとかホンターが出てきてくれるとありがたいんだよね、クリはね。ちょっと待って、ミセレクト、クリアリテ級のザップドスのパターンでいってみる。うん、そうだな、寿司が別に具材的にこれだっていうのは持ってないもんね。そうしようか。はい、お願いします。 Next up, Agatha, another daunting foe. Go, クリ。 What strategy will work against this wily lady? エヌサール、そうだね、じゃあサンダーウェイ。おやばい、ラゾってきた。これ一発でいっちゃうんじゃない、クリ。うわ一発か。どうしようかな、ザップドスのドリルテックかアルテキューノのウノビームか。あのラゾがね強力なんですよね。ザップドスだったら先に攻撃してくれる。のクリがな先に攻撃食らっちゃうぐらいだから微妙なところですけど、ドリルテック。おっしゃ、ビグレスアタック、 It's doubly effective。おお、トクシック、当たっちゃう。あれ 100% じゃないよね、絶対食らっちゃうイメージが。でも逆に助かるね。よし、ゴールバー、さあ喜んじゃうんだよね。まだ分かんないですから。よし、先制した。全力でぶつけろ。なかなかしぶといぜ。おー、スーパーソニック、なるほど、時間稼ぎね。さて、寿司が固唾を見守る中、ザップドス打ち勝てるかと思ったら、おお、引っ込めてきた。お役ごめんと代わりに出てきたのがウォンター。お、クリティカルヒット、やったぜ。さてと、ドリルペックみたいな技って効くんだろうか、果たして。ノーマルは効かないんだよね。だから一応フライングって書いてあるからいけるんじゃないの。ちょっとやってみる。ナイトシェード、なんだこれ。おーおーおお、かっこいい。なんか鬼太郎の PS2 の技を見ているような感覚。お、いいね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 。ただ次が危ない、次が危ねえな。ドリルテック、ナイトシェード来た。チーンと音がいいね。サンキュー。There's only one Pokemon left in reserve. We're down to the last Pokemon. The remaining Pokemon stock is 2-1. The tenth battle continues. Oh, 治った。 There it goes! Super effective! さようなら、皆様。Going down!We're down to one Pokemon aside.
Oh, it's Articuno. There's just one Pokemon aside now. The battle is coming right down to the wire. ゴルバットも精一杯やってるよ。伝説2匹相手に戦ってるもんね。油断しないよ。よし、サンキュー。よっしゃ。さあ、ランスがね、ドラゴンだっけ？これが厳しそう。ギャラドス、ドラゴネア、エアロダクトル、カンガスカーン、チャリザード、ラプラス。そうですね、ドラゴネアは絶対入れてくるでしょ。だドラゴンだから、まあ、幸いアルテキューノがいるから対応できるよね。だ向こうも多分それを考えてチャリザードとかラプラスとか入れてきてんだろうな。エアロダクトルがちょっと読めないね。ギャラドスっていうのがね、なんていうかな、いわゆるクリーファーブル枠みたいな感じがするんですよね。多彩な技を持ってますみたいなね。うん、だからまずギャラドスとかで様子を見てきそうだね。か、なんだ、体力のあるラプラスからぶつけてくるとかね。ギャラドス、ラプラス、ドラゴネアみたいな、そういうラインナップだったりする。うん、で、じゃあこっちの一番手は、そうですね、まあドラゴンはみんな相性が悪なんだけれど、やっぱクリに少し場内温めてもらいの方がいいかな。どのパターンでもクリはそれなりにやってくれそうでね。あとだから先制できるかどうかだよね。チャリザードが出てきてしまうとアウトだな、クリ。でも6分の1だからな。まさかチャリザード一発で来ないよな。ただ気になるのはさっきあのベンサールだっけ使ってきたんだよね、一発目にね。そこだけだよね。うん、だこっちもなんかチャリザード一発目に出したらまずいんじゃねみたいな空気をこう相手に与えないとね。そう、空気って大事だよね。前にほら、ペックペックペック続けて、あ、こいつペックで押すのかなみたいな、そういうのをさ相手に伝えるみたいなね。うん、だクリー、アルティキューンザップ出していこうか。うん、お願いします。ゴー、クリ。ドラゴネア来たー。よし、ハイパービームとか持ってそうだね。最低限の仕事はしとこうか。サンダーウェイ。いけ。バリ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 。お、何、向こうも使ってくんの。でもクリが先制したってことは同じ状態でも先に攻撃できるんだね。なんでじゃあサイズミクトス投げちゃえ。ほら、いいね。パラライズだけでも最低限の仕事だったけど、一発与えてくれたのはでかいな。お、耐えた。さすがクリ。勝負。まさか、しびれちゃったか。お、アイテムしびれてるぞ。よしよし、わかんないぞ。投げろ。ほら。よし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 、データどっちがいいんだろう。頭サイズミックトスになってくるよね。電気効かないもんね、ドラゴン。
よっしゃ我慢強いな、クリは。さあ、あともうちょっといけるか。いった。あら、やっと。サンキュークリー。まさか一匹倒してくれるとは。おー、ラプラス。流し目215。そうだな、まあまあしょうがないね、これはね。サンダーウェーブ。サーフィン。よく頑張りました。サーフィンっていうことは、まあなんか、まあ、いずれにせよアルテキューノだと分が悪いんでザッとす。セサミストリート。お願いします。セサミ、セサミの力。おー、微妙だね。ブリザードやってきた。スーパーエフェクティブ。おー、あと1回が限界か。全力のセサミの力。よし、パラライズ。られず、これでかいな。感じたよ、ザップドスの、ザップの全力を感じました。あの選手、さあ、アイスビームはあんまりダメージを与えないけれど、テックよりかは強いもんね。いけ。わあ、ちっちゃいダメージ。うわ、サンダーボルトやってきた。いや、どうしよう。ペックの方がいいか。ペックやってみる。ツンツクツン。鳥です。あ、いいね、ペックの方がいいね。よし、兄弟の全力の献身の投げ。よっしゃ、伝説三兄弟の絆。モルトレスもきっと家でテレビで見てくれてるはず。兄ちゃん頑張れって。頑張れ兄ちゃん。短パン履いてね。うわ、やるだけ。わかんないな、この子は何タイプなんだ。空飛んでるから相性は良さそうだけどな。もうでもあれだろ、選択の余地ないもんな。アイスビーム、でけえ。うわー、残った。奇跡、お返しだ。寿司なら倒す。寿司の魂でやってくれ。ガリ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 。よっしゃー、宇野選手、サンキュー。やったぜ兄ちゃん。寿司、わしが育てた。ああいうの好きだったもんね。瀕死の状態まで食らった後のカウンターで倒すっていうね。いやー、強かったな。エリート4バトルクリアー、やりました。ピースピース。エディート4から鍵を受け取って、アッパーフロア、上の階のゲートを開いた。上の階、あそこ。お、まさか来た。よーん、カミカミ64初登場だぜ。ピースピース。出てきたか。で、どんなの揃えてんの。あっしはよ、お前に敗れたから来る日も来る日も特訓を重ねて、どうだこのラインナップ。何？フラレヨン、
アラカザム、エグゼギュートール、サンドスラッシュ、マグネトン、クロイスター、一緒じゃん。一緒じゃない？一緒どころか、ゲームボーイの時多分レベル50以上になったと思うんで、退化してんじゃないの？なんで、あれはこれ、心理戦だからね。もちろんわかってる。多分ね、レベルは50で抑えてやるけど、いろんな技、覚えてるはずだから。一筋縄に。ちょっと待ってよ。4人こっち倒したのにさ、そのまま川村戦で5人目やるわけ？ほぉ、ずるいの。エリート4向けのメンバーを選ばせておいて最後自分が出てくるとかずるいの。まあ川村はね、あれでいておじいちゃん子だから愛情欲しいから、おそらくねフラレオン使ってきます。しっかりと。なんでうちもそれであればクリを出してみようかな。うん、なのでこれで使ってこなかったら笑っちゃうけどね。川村、お前、おじいちゃんのこと愛してんの？どうだろう、お前。予想はフラレヨンは、ちょっと順番わかんないですけど、出してくる。それから、アラカザムかクロイスタンどっちか。あともう一匹は、草地面のどっちかの、多分ね、エグゼギュートールだと思うんですよね。フラレヨン最初に出してくるんであれば、うちは、寿司がいいのかな。でもあれだよね、素早さ的に劣ってるだろうから特徴生かせず落ちてしまうだろうな。だったら例えば同じタイプの天ぷらとかどうよ。ん？天ぷら何？その急になんかびっくりした顔してカッパエビセンを食べていた手が止まってしまったみたいな顔して心の準備ができてないってダメだよ。なんかいつの間にそういうマンキー的なポジションに落ちてしまって。でも天ぷらも39は辛いよなっていうのを考えると、まあ川村も相当鍛えてきてるだろうから、うちも、伝説ポケモンを使わないと厳しいと思う。これは僕は川村にリスペクトを持って挑んでみたいと思うんで、ザップドス、アルテ Q の、で監督のクリ、これでいってみようか。勝負だ川村。いけ、ザップ。お、一発目はアラカザム。じゃあドリルペックかな。お、先制された。うわ、クリティカルヒット、これはきついな。お、残った。よし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 。お、開始だ。セサミの力、やられちゃうな、ザプトス。しゃあない、形を取るよ。そうだな、だから絶対先制されること前提になってしまうんで、クリコか。なので、それを耐えることができなかったらもうおしまいだな。なので後続のためにサンダーウェイブやったな。ウォー、おし、残った。さすがクリ。でだ、67はね、おそらく宇野選手いけると思うんだよね。だったらダメ元でダブルチームを一回ちょっと遊びで入れてみようか。シュシュシュ。さあ来たぞ、どうだ、勝負。よし、さすがクリ。サンダーボルト。ゴーゴーゴー。
わあ、その程度か。やっぱり強いな。あら、やっと。さすが監督。What Pokemon will be fighting next? 苦しいけど、みたいに。Oh, it's Sandslash! おお、サンドスラッシュ。なるほどね。How will the type difference affect that? まあ、サンダーウェーブかな。いや、地面タイプだから効かないか、サンダーウェーブは。ってなってくると、地面タイプだから。They're staring each other down!アルテキューノ出しちゃう？スラッシュやっていきそうだね。どうだ？The trainer hasn't issued an order. 何やってくんだろうね。スラッシュやってくるぐらいだったら変えない方がいいんだよね。でもなんかアースクエイクとかディッグとかそういうのをやってくるんであれば、アルテキューノにしてしまった方が得だよね。The trainer hasn't issued an order.それ次第だね。だからスラッシュをやられてしまうんだったらサンダーウェーブかけちゃいたい。やってこないんだったら、ここは宇野選手に変えよう。どうで？川村どう出る？アースクエイク。What now?へへへ、読んでるぜ。How will the SWAT Pokemon fight? 食らい上がれ、ウムのビーム。It's doubly effective. ガリ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 、よっしゃー、宇野選手。With one hit. There's only one Pokemon left in reserve. Oh, そして最後に。クラレヨンか。まいったね。相性で言うと最悪だね。アイスビームで凍るのかな。炎タイプって苦手としてるはずなんだけれど。どうなんだろう。やってみて。バシーン。おーおお、いいね。スーパーエフェクティブ、どんぐらいいっちゃうのこれ。どんぐらいいっちゃうの、どんぐらいいっちゃうの。よし、残った。 The heated battle rages on. 宇野選手、精一杯ぶつけろ。ラスト中日。おっしゃ、中日。さすがだぜ、さすが伝説。よし、ここは悪いだ。最後、美味しいところは監督がもらっていくぜ。グッド、カムバック、ゲッテム、クリ。なぜ最後英語。いやー、川村もよく頑張ったよ。伝説ポケモンを2匹相手に、今度はいいやつに生まれ変わるよ。どっかで聞いたことあるようなセリフ。さらばだ。やったぜ、最後はクリが決めた。やったー、コングラチュレーションズ。祝給食。懐かしい。ということで、ファイナルバトルクリア、ファイナル。こっからまさか川村のいとことか出てこないよね。ザプドス、ほんと頼りになった。宇野選手大好き、そして監督クリ、やるね。負けてないよね、レベル50の相手に対しても。お、寿司、すき焼きちゃんもいい味を出してた。天ぷらは今回カッパエビみたいなだけ食った感じだな。
でもここまでの道のり頑張ってたよね、テンプラね。お、ポケモンプレゼント。お、お、お、ゆいーん、なんか上がってきた。お、マグニフィシェント、素晴らしい。あなたはオマナイトを勝ち取りました。やりました。やった、持ってなかったよね、オマナイトを手に入れた。 Please go to プロフェッサー OAK の研究所、そしてポケモンを受け取りなさい Now。 シュワちゃんみたいだね、ポケモン Now みたいな。じゃあ受け取ろうか。博士、これまた河村泣いちゃうよね。お、来た。ポケモンはこの中に入っています、大事にしてあげてね。何、卵は食べると美味しいぞって。お、レシーブ、これか、オマナイトレベル20。それをどこに入れますかって。おう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 おお、そしたら順序的にちょっとボックス変えるか。ちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと待ってね、焦るな焦るな。GB ボックスの5番でいいのかな。うん、でレシーブオマナイトで、ここよし、セーブ。いやー嬉しいね。はい、ということでジムリーダーキャッスル全て攻略することができました。ちょっと見てみる。皆さんご視聴ありがとうございます。お、いるじゃん、すき焼きレベル44、おめでとう。2回目の殿堂入りですね。シャリザード天ぷら、おめでとう。皮肉じゃないよ。天ぷらさん、お、寿司、おめでとう。んで、お、ずいぶん奥の方だね。いた、ピカチュウ、クリ、おめでとう。あとはこっちから行った方が早いかな。今回大活躍だったあの2匹いた、アルティ Q の宇野選手、サンキュー、助かったよ。そしてザップ、ビッグバード、助かったよ、サンキュー。この2匹をねゲームボーイでキャッチしていなかったらどうなっていたことやら。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また機会があれば、おまけのおまけみたいな形でスタジアムをお届けできればいいなと思っていますし、いろいろ企画を考えてるんだけどね、実は今年とっても忙しいんです、どっかまた皆さんとお会いできる時間を作れたらいいなと思いつつ、ひとまずここで、お別れをさせていただきたいと思います。本当に、いろいろと、動画に対して宣伝とかもねしていただいてとても嬉しかったです。カブとコウジ君だったりね、お猿さんだったり、いろいろ、ご支援いただきましてありがとうございます。またいつか皆さんにお会いできる日が来ることを待ち望んでいます。それではまたね、さようなら。